雷門木助は愛知県名古屋市出身の落語家、本名水野美紀夫、出林大病氏。名古屋生まれということもあって、1963年、まずは名古屋にいた初代雷門福助に入門したが、しばらく後に八代目、雷門助六門家に移り、この時より木助を名乗る。前座時代からラジオ番組でレギュラーを務めるなど売れっ子となったが、 その反面で落語の稽古の時間が取れなくなり、未熟なままの芸に悩むようになる。本人曰く、売れるのも早かったが、落ちるのも早かった。数年後には、所属していた日本芸術協会を飛び出してしまったため、東京での定席に上がることもできなくなり、廃業同然となってしまう。わずかな荷物を持って、東京駅へ行き、たまたま岡山行きの新幹線に乗ったことがきっかけで、以来、 岡山県在住となる。やがて岡山でも落語家、タレントとして活動を始めるようになり、その活躍ぶりが師匠の八代目、スケロクの知るところとなって、1988年に師匠が新ちと認定するという異例の形となった。現在も岡山県を拠点とし、全国各地で落語会、講演会を行っている。ありがとうございます。